リーグ序盤から8点を積み上げ続けるヴァンラーレ八戸。今回は負けない八戸の強さの秘密に迫ります。そして元日本代表鹿島アントラーズの黄金期に活躍したあの人が青森に。キックオフ青森、今日はフライフーズスタジアムのピッチからお伝えしていきます。お越しいただいたのは石崎監督と長谷川選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。負けない八戸を作り上げる石崎監督とディフェンダーの長谷川選手。今回は石崎監督がチーム昇格のために編み出したトレーニング方法をピックアップ。その名もフィジテク。フィジテクとはどんなものなのか教えてもらってもいいですか。フィジカルがかかった中でテクニックどれだけ正確にできるかというところ、山形でやってたんですけど、選手から言うと体のキレが良くなってくるというところあるみたいですね、はい、なんか苦い顔してますけど、なんか嫌な思い出でもあるんですか。いや全然嫌ではないですけどきついんで。きつい、はいはい、まあ、うん、心しておいていただければなと、はい、あ、私は愛知の強豪中京大学附属中京高校サッカー部出身の中井アナウンサーも一緒に体験。いや、まずは長谷川選手にデモンストレーションを。じゃあ地面つけよう、両手をな。地面をつけよう、こうですか。1、2、3、4、5。軽快な身のこなしでインサイドボレーを10回。さすがです。10、15。あ、もういないぞ。え、どうなった。1、2。ああ、0だ。負荷をかけた状態でスピード感の中でいかに正確にできるかを求めるトレーニング。ちょっと筋肉なんか。いや、まだまだ。はい。もうどうですか。はい。1、2、3。よっ。正確に中井さん頑張ってください。お次はお尻をつけてからインサイドボレー。これはちょっときついか。4、9、ラスト、1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 、
過酷なトレーニングは始まったばかりですが、中井さんはというと6、はい、監督、僕まだまだまだ靴紐ほどきないから、いい気にしない、靴紐だ、はい、ヘディングしてバックペダル1。開始5分で体力の限界でしょうか。はい、監督、はい、1、監督、1、リタイア、ひもひもいいですか。ゆっくりゆっくり結びますよ。結んだらいきますよ。ちょっと待って、もう一回結び直していいですか。つかの間の休憩を挟み、再びフィジテク。頑張れ頑張れ、いけない、頑張れ。30分続いたフィジテク、ラストはボールをワンバウンドでキャッチ。中井さんはやり遂げることができるのでしょうか。ワンバウンドで、フェイントはズルです、フェイントはズルです。6取れた、ナイス、7、はい、はい、前、8、はい、はい、ワンバウンド、ワンバウンド、ワンバウンドで、ワンバウンドで、しびれを切らした石崎監督も一緒にスプリント。8、はい、早い、はい、石崎さん早い、ラスト、ワンバウンドチャンスボール。ここでフィジテク終了。ようやく終わりました。よく笑顔で出られましたね。いや、もうそうでもしないとやっぱやってられないんで、怪我してこれやらないと現場に復帰できない。あ、そういうメニューなんですね。だから簡単に怪我するなと、で軽い怪我だと練習から離れるなという親心を持って、僕この後午後から
ニュース読むんですよ。喋りのキレも増したりします。増します。どうだろう。続いては注目の試合をピックアップ、明治安田生命 J3 リーグ。後半3分、八戸は左からのクロス、こぼれ球を前澤選手がボレー。先月第一子が誕生した前澤選手のゴールで先制。チームメイトとともにゆりかごパフォーマンスで祝福します。すると14分にはフリーキックから折り返し、混戦、相葉選手のシュート。相葉選手はこれが J リーグ初ゴール。リードを広げた八戸の攻撃がまだ終わりません。33分、佐藤選手1人かわして3人に囲まれますがループシュート。4試合ぶりの勝利で勝ち点3を積み上げた八戸、5位に浮上しています。次のホームゲームは14日ラグノーマッチデー、岩手との南部ダービーです。コラボ商品ホロショコラリンゴはグッズ売り場で購入できます。スタジアムではコーヒーフェス、アディショナルコーヒータイムも開催。ぜひスタジアムで応援しましょう。そして明日は天皇杯県代表決定戦決勝、ブランデュー弘前とバンナーレ八戸が対戦。プライフーズスタジアムで午後1時キックオフです。続いて JFL、 ラインメール青森のホーム開幕戦。後半41分、フリーキックのチャンス。混戦から浦田選手が合わせ、試合終盤にリードを奪います。アディショナルタイムには青森山田高校出身の広末選手がビッグセーブ。ラストプレーとなった相手の猛攻、これをしのいだ青森が1対0で勝利、4位に浮上。ホーム開幕戦でサポーターを沸かせました。先月十和田市で開かれたサッカー教室にやってきたのは元日本代表中田浩二さん。 J リーグ鹿島アントラーズやフランスでのプレー経験がある元日本代表がおよそ170人の子どもたちとプレーしました。中田さんの現役時代を知るであろう保護者たちも熱視線。このサッカー教室の仕掛け人は鹿島アントラーズの黄金期を共に過ごしたバンナーレ八戸 GM の熊谷浩二さん。練習後のサイン会には長蛇の列。キックとかすごかったです。私たちこの中田浩二さん世代もう応援、ずっと応援してるのだったので本当にこういう機会があって本当に幸せでした。ちっちゃい頃からたくさんボールを蹴ってで上手くなっていってほしいなと思いますし、やっぱそこが広がればやっぱりいい選手っていうのはどん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 出てくるし、いろんなところを回りながら子どもたちが少しでもこう上手くなれるようなお手伝いできればなと思ってます。そして中田さんが再び青森にやってきます。6月4日ホームゲームの前にサッカー教室を開催。詳しくはバンナーレ八戸のホームページでチェック。この後はキッズチャレンジ、ムツ FC ジュニアが登場。続いては小学生がドリブルでタイムトライアルに挑戦するキッズチャレンジ。今回はムツ FC ジュニアから5年生が挑戦。最初の挑戦者は飛林すずさん5年生。得意なプレーはアウトサイドのドリブルです。絶対に1を取ります。よーい、スタート。チームメイトたちの声援に後押しされてスタート。おっと、でもナイスリカバリーです。丁寧に折り返し地点を通過。さあ残すコーンは5本。最後まで落ち着いたドリブルでゴールできました。
28秒5。いやでもカメラカメラ高かったよな。むつ FC ジュニア最後の挑戦者は野戸蓮くん5年生。張り切っていきましょう。よーいスタート。おーっと勢いよく飛び出してしまいました。ここで一気に加速。あ、頑張れ。さあチームメイトの声援を力に変えてラストスパート。スルスルっとコーンをかわしてゴール。31秒13。2人ともナイスファイト。むつ FC ジュニアの皆さんありがとうございました。キックオフアーマリー。未来を担う子どもたちのためのガールズサッカースクールが5月14日日曜日プライフーズスタジアムで開催されます。参加は無料。詳しくはバンダーレ八戸のホームページをご覧ください。